伊予鉄道高浜線。高浜線は、愛媛県松山市の高浜駅から松山市駅までを結ぶ伊予鉄道の鉄道路線である。ほとんどの区間は複線であり、松山市駅で接続する横河原の線と直通運転を行っている。四国発の鉄道として1888年、明治21年に開業した。松山の古くからの外交である水戸。 ただし、水戸浜港まではやや距離がある、および、伊予鉄道が整備した、高浜港へのアクセス鉄道として機能でいる。高浜駅から、松山の海の玄関口である、松山観光港へはバスで連絡している。松山観光港までの延伸については、公費などの問題から高層に止まっている、後日。なお、伊予鉄バスにより、松山市中心部から観光港リムジンバスも、 運行されている。伊予鉄道のターミナル駅である松山市駅を発車した列車は、群中線と分かれ右手に曲がる。おおよそ90度曲がった位置に、鉄道線としては、JR 松山駅の最寄り駅となる大手町駅があり、この駅を発車するとすぐに大手町線との平面交差を渡る。そのままマンションやオフィスビルに挟まれた都心区間を走り、再び、 大手町線と平面交差をすると、車両基地を併設する小町駅に入る。間近く仰ぐ勝山の都、鉄道昇華でも歌われたように、松山城の近くに位置するが、市街化が進んでおり、ホームからその姿を見ることは難しい。小町を杉城北線と分かれると、広角間に入り、今度は逆に左手に曲がる。県道19号線。 国道196号線等の幹線道路を越え、再び地上に降りると、絹山駅に着く。絹山駅周辺は、映画館や遊戯施設などの進出などにより近年発展が進み、賑わいを見せている。絹山を過ぎると、松山市駅から続いた市街地は消え、のどかな風景が広がる。次の西絹山駅を過ぎるとすぐに、JR 予算線をアンダーパスし、 この先は、丘陵と丘陵に挟まれた区間を行く。そして、旧水戸浜町駅に入る山西駅付近で再び、平野部に出る。三戸浜地区の中心駅である。三戸駅は、各地区を結ぶループバスと連絡する、交通連接点であり、開業時は、高浜線の終端駅であった。漁業で栄える三戸浜は、古くは、関西や九州との間を結ぶ。 旅客船が発着する松山の玄関口であり、今でも、水戸浜港には、山口県の屋内や瀬戸内海各地の離島との間を結ぶフェリーが就航している。水戸駅を出ると列車は再び平野に別れを告げ、この先は、海岸線に沿って線路が敷かれている。次の港山のそばには500年以上の歴史を持つ、渡し船、水戸の渡しの乗船場があり、古くはこの辺りが、 水戸の中心であった。港山駅に続く梅津寺駅は、ホーム柵の横に砂浜が広がるという伊予鉄道では最も海に近い駅であり、この駅に近接する海水浴場は同じく近接する梅津寺公園の梅園と共に有名である。松山市駅から続いた伏線区間はここまでで、ここから終点までの一駅区間のみは、単線となり、ビ和の産地として有名な 五五島や小説、ぼっちゃんにカーナー島として出てくる四十島を左手に、のぞみつ高浜を目指す。終点の高浜も、水戸と同じく漁業の町で、以前に、関西や九州との間に航路が開かれていた点も、水戸と同じであるが、水が長い歴史を持つ港であるのと異なり、こちらは、明治二十年代に入ってから、 水戸浜港に代わる松山の玄関口として整備された比較的新しい港である。ただ、本州や九州とを結ぶ航路は、高浜の600メートル北に戦後新しく整備された松山観光に発着するようになって久しく、現在でも離島とを結ぶ旅客船が発着しているものの、王子の繁栄を忍ぶことができるのは、昭和初期に建てられた比較的大きな駅舎くらいである。 その松山観光港までは、高浜駅から連絡バスが出ており、高浜線の延伸も検討されている、後日、普通列車のみで、早朝と夜間を除きほぼ全列車が横河原の線と直通運転しており、15分間隔で運転されている。編成量数は朝ラッシュ時のみ3から4両編成。4両は松山市小町間のみで、 日中の3000系及びほとんどの700系、使用列車は3両編成、610系及び一部の700系使用列車は2両編成となる。ワンマム運転は行っていない。毎年8月第1、または第2日曜日に行われる、松山港祭、り、水戸浜花火大会開催時は、松山市駅梅津寺駅間で臨時列車が運行され、 混雑時間帯で1時間あたり8本体制での輸送となる。これは15分間隔の日中ダイヤに挟み込む形で高浜線内より返しの臨時列車が増発運行されるもので定期列車は通常通り横河原の線に乗り入れ横河原の駅まで直通している。なお、同日の高浜線は 終日前列車が3両編成となるため2両編成である610系や700系の一部編成は軍中線での運用となる。戦術の通り四国発の鉄道であり、日本で初めて 762mm 機間を採用した軽弁鉄道として開業した。改め期を経て戦前には前線が複線電化されていたが、戦争中に金属教室で単線化された。 不要不急線も参照。戦後徐々に伏線が復活したが、末端の梅津寺高浜間だけは単線のまま残っている。終点の高浜駅は高浜港の目の前であるが、船舶の大型化等に伴い、高浜港の北に松山観光港が整備され、島し部への航路を除き、阪神、九州、広島方面への船舶の発着が松山観光港へ移転した。 このため、連絡バスへの乗り換えが必要となっており、高浜駅から松山間高校ターミナルまで延伸する構想が20年以上前からある。松山間高校旅客ターミナルは、将来の鉄道乗り入れを視野に入れた設計となっている。しかし、公費の問題、フェリーや高速船など船舶発着数の減少による利用者の減少等から未実現となっている。また、 県道19号高浜トンネルの整備により、自社が運行する松山間高校リムジンバスの所要時間が短縮され、鉄道と遜色なくなったこと、船の到着が遅れた場合にリムジンバスは到着を待って発車してるが、定時運行を基本とする鉄道ではそれは困難であり、必ずしも鉄道の方が利便性が高いとは言い切れなくなっている事情も存在する。 2006年9月の県議会において、伊予鉄道が専門のコンサルタントに委託した調査結果が報告された。それによると、高架化市松山観光校旅客ターミナルビルに乗り入れ、地上で鉄道延伸、軌道、路面電車による乗り入れ、快速列車による軌道乗り入れ、軌道整備士高浜線を連接車による LRT 化、DMV 化などの案が比較検討されている。ただし、 いずれの案も13億以上の費用を要する上、軌道とした場合の定時性、輸送力の確保、技術の成熟度など一長一短とされている。行政側も松山空港乗り入れ構想と合わせて重要な課題と位置づけており、当面は事業化の可能性を検討していくことになる。全駅が愛媛県松山市に所在する。鉄道駅ではないが、松山観光港にも駅番号。 異例例が与えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。